皆さんこんにちは。自然と共に歩く暮らし、ライブウィズネイチャーの水野さとみです。今回は自然と共に生きる会ボリューム6ということで、今回はですね、特別にエコバカクリエーションの森さんをお招きして、はい、モーリーさんのオープンさせたシェアハウスに来ております。モーリーさんはもうこの界隈ではすごく有名な方で、インフラ、ね、水道ですとか電気、ガスなどのインフラをこう開発、インフラを開発して、そうですね、自給できるインフラっていうので、ね、テーマでやってます。発明したりされてね、はい、それを商品化するような、もう本当にこのエコの世界ではもうパイオニアみたいな方です、はい、YouTube チャンネルは 6.5 万人ぐらい、そんぐらいですね、はいはい、視聴者さんを抱えている人気 YouTuber さんでもあります。今日はこのモーリーさんにですね、約1時間お話をしていただいて、その後はご参加、会場のご参加者さんが今日20数名いらっしゃるので、あとは Zoom 参加のお二人もいらっしゃるんですけども、皆さんからこのモーリーさんに質疑応答をしていただきながら、最後は結びとしたいと思っておりますので、では今からモーリーさんにお話をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、モーリーと申します。能登島に住んでおります。で、まあ、今回、自分のビジネス用にこの白衣の拠点を、まあ、入手しまして、で、まあ、あの倉庫でですね、ビジネスをやってるんですけど、こっちがなんかおまけでついてきたんですよ。倉庫買ったらこっちの住居がおまけでついてきて、それでこっちで面白いことできないかなっていうことで、今回、シェアハウスと、あと、僕のやってる事業の、モデルハウスみたいな感じで今手を加えています。それで薪ストーブを入れたり、これからコンポストトイレを導入したりとか、やっていこうかなと。で、それを、そういう暮らしをしたい人たちが共にここで暮らしていけたらなっていう、そういう場所にしていきたいなと思ってます。はい、オフグリッドなエコ生活ということで喋らせてもらおうと思います。で、結構ガチ勢向けです。本当にオフグリッドをやりたい人向けに、資料を作ってきました。で、こういう、ね、太陽熱温水器とか薪ストーブとかソーラーパネルとか、実際のところ何が一番いいよとか、これはあんまりコストは良くないよとか、なんかそういったことを僕が実践してきて分かったことを、共有していけたらなと思ってます。はい、では始めます。私、エコバカクリエーションという、YouTube チャンネルを運営してます。で、YouTube ではこういうなんか結構実験系ですね、薪ストーブをもういじくり倒して熱効率を上げるみたいな、今回ちょっとこれ見てもおやと思ったと思うんですけど、この煙突は何だと思ったと思うんですけど、こういう変な実験をしてます。薪ストーブの排熱でお風呂沸かすとか、あと煙突にこう熱のロス、熱が逃げてしまう分がもったいないなってことで、それをどうにか回収できないかみたいな、そういう実験をやったり、であと僕七尾市能登島に住んでて、水道代が結構高いんですよ。で、月 4,5,000円とかなんですよね、家族4人で。で、結構高いなと思って、雨水で、生活水の8割ぐらい自給するみたいなことをやったりとか、であと太陽熱温水器って買うと30万ぐらいすると思うんですけど、それをどうにか作れないかなっていうことで作ったりとか、であとそうですね、ソーラーパネル敷いて、電力を自給したりとか、そういう実験をやってます。で、多分僕 YouTuber やってるんですって初対面の人に話して、いやごめん見たことないわって言われた人でも、いや多分見たことありますよ、これ知ってるって、結束版の草刈りって知ってますって聞いたら、めっちゃバズりましたもんね。そうそうそう、100万回とかでしたっけ。220万ぐらい、ね、すごい、あ見たことある、あの人かみたいな感じで認識されてますなるほど、こういう変な実験をやってます。で、なんで、オフグリッドを目指すのかっ
ていうことなんですけど、まあ、ちょっと今回皆さんお集まりの趣旨とちょっと違うかもしれないんですけど、僕が目指しているのはあんまりその地球環境とかっていう目線ではなくって、なんか社会への依存度を下げていきたいなっていう、あのやっぱ石油の値段に自分の生活を左右されたくない、政治の動向に自分の生活を左右されたくないみたいな、そういうなんか独立心、独立思考でオフグリッドっていうのを志してます。で、そうそうそう、なんかちょっと今ね、あの政治ちょっと不安定なんでね、ちょっとそうそう、なんか自分の生活の主導権を自分で握っておきたいなっていう思いで、まあ、なんとかその自分の命に関わる、水、電気、あと、まあ、熱、そのあたりは自分で賄えるようになっておきたいなという思いでやってます。で、この間ね、青森にキーボードと一緒に行ってきて、で、このお二人知ってますかね、あの、結構テレビで最近ね有名ですよね。青森でなんか電気、ガス、水道契約せずに暮らしている、月4万円ぐらい暮らしてますみたいな人なんですけど、彼らに取材に行った時に、なんかコロナが来ても俺らの生活何も変わんなかったよみたいなことを言ってて、やっぱり強いなって思ったんですよね。そうで、やっぱこういう人たち見て改めてあのオフグリッド素晴らしいなっていうふうに自分も認識しました。で、彼らあの本出してあの100万ぐらい入ったらしくて、すごい、まあ、いいぜあのだからあと向こう2年ぐらいは生きていけるんだ月4万しかあのかからないので、すごいな、そうだから最近そうですね、僕はもう環境のためっていうよりもなんか自分の生活を、まあ、維持するためにオフグリッドっていうのを考えてます。で、結構なんか僕お金がふんだんにある方ではないので、投資目線というか本当にこれあのお金を出して回収できるのかなっていうすごい厳しい目線でいろいろ実験をしてます、なので、まあ、今回はそのあたり、本当に導入してよかったよ、これは失敗だったよみたいなのを、お伝えできたらなと思ってます、という感じで、まず今日5項目ぐらい、今日の目次こんな感じです、まあ、こんな感じのコンテンツで今日はお話をしていきます。まず1つ目が優先順位を知るっていうことを、まず皆さんに、知っていただきたいなと思います。で、多分オフグリッドって聞いてまず電気って思う方多いと思うんです。で、僕自身そうでした。僕自身やっぱり電気を自給したいな、特に原発事故が僕のオフグリッドへの最初の第一歩だったんで、まあ、当時関西電力の電気、あの原発由来の電気は1円も買いたくないみたいな、そういう思いで始めたので、やっぱり電気から入ってるんですよね。でも電気から入っていろいろ、まあ、その後、耐熱温水器を入れてあの給湯エネルギーを自給したり暖房エネルギーを自給したりっていうのをやっていくうちに、電気はもう最後の最後でいいやってことに気づいたんですよ。そのコスパの 順位的に、まあ、そのあたりをちょっとねご説明したいなと思います。で、何から始めたらいいですかっていうふうに結構僕相談してるんですけれども、まずはっきり言うのが、この太陽熱の温水器、太陽熱温水器っていうのをおすすめしてます、で、まあ、さっき言ったように電気を自給したいですって相談された時も、まずはこれだよ、もうそれより先にこれだよって言います、なんでかって言ったら、これ、まあ、一般家庭の、エネルギー消費の割合なんですけれども、電気は 33% ぐらいなんですよね。で、暖房が 40%、 給湯が 26% で、電気なんて全体の3割ぐらいなんですよね。で、それに対してですね、まあ、こういうアイテム、ソーラーパネル、太陽熱温水器、あと薪ストーブ、これらを使って自給システムを作っていくわけなんですけれども、これそれぞれ導入費用大体こんぐらいです。薪ストーブが20万円で、太陽熱温水器が25万円で、ソーラーパネルシステムが、パネルとまあバッテリーとかもろもろ含めて大体50万円ぐらいかかるんですけれども、でプラスですよ、薪ストーブは薪の手間が、薪の
準備の手間が必要です。でソーラーオフグリッドシステムっていうのはバッテリーの定期入れ替え、バッテリーがやっぱり鉛バッテリーだと3年ぐらいで寿命来ちゃうんですよ。でその度にバッテリー入れ替えとかってするとその度に10-20万ぐらい吹っ飛ぶんですよね。っていうのを考えると50万以上どん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 出ていく。でそれに対して耐熱温水器っていうのは一回導入したらもう本当にメンテナンスフリーなんです。全然壊れないし、あのすごくシンプルな仕組みなので、もう本当に導入さえすればあとはずっとお湯を沸かし続けてくれます。これは実際に導入した過程が、上の24年度が、あれですね、導入前のガス使用量、リューベですね。で25年の、5月のこの辺りから導入して、ガスの使用量がどんだけ減ったかっていう数値を示してるんですけど、年間のガス代金の、節約効果としては78,821円、ちょっと見にくいですかね、の節約効果があったそうです。まあ多分月1万円ぐらい使ってた家庭なんですよね。そこが耐熱温水器を導入したことで年間、8万円弱、削減することができて、でこれはもう、導入費用を3年ぐらいで回収できちゃうという計算になります。で他のサイトでも、いろんなサイト見たんですけど、大体投資回収の目安7、8年ぐらいみたいなことを書いてあるサイトが多かったです。で、そうですね、耐熱温水器を設置して、業者さんに設置してもらうってなると、多分全部で50万ぐらいかかるんですけど、 DIY 設置だったら、もう本体代だけ30万以下ぐらいで収まるんで、それだったら5年以下ぐらいで、投資を回収できるような計算になります。ってことはこれ利回り 20% の投資案件なんですよ。なるほど、投資ですね。そうなんですよ、本当にあの5年で回収できるってなったら、でしか もう社会的に石油消費量を減らしていくことができるので、これはもうねやらない手はないっていうか、そうだから僕はもう本当に今あのコンポストトイレっていうものを商材として販売してて、で今薪ストーブっていうのを販売してるんですけど、これからねあの耐熱温水器をあの自分の商品として広めていきたいなっていうふうに考えてます。これはもう本当に世の中に広めたいなって思ってます。でそうこれちょっとお誘いなんですけど、今度中国から試しで、10個ぐらい購入してみようかな。1個購入してもいいんですけど、送料がその分高くなっちゃうので、10個ぐらい購入して、で、送料とかもみんな10人で割る10して、で、原価でこうみんなで分け合うみたいな。おそらく多分、輸送費込みでも、一口7万から9万ぐらいになるんじゃないかなっていう、募集をおそらく近々かけると思うので、はい、もしちょっと気になる方は、個人的にメッセージをください。はい、募集はどこでされてますか？ Facebook か Twitter かそのあたりですね。どっちもやってくれます。Twitter も Facebook も。おそらく。はい、わかりました。問い合わせるのが一番ですね。そうですね。わかりました。はい。じゃあもう本当これ普通に買うと25万ぐらいするんで、ぜひこの機会という感じで。はい、僕が商売するとしても、仕入れた値段の2倍以上はかけないっていうポリシーでやっていくので、おそらく販売価格15万ぐらいでいけるんじゃないかなと思います。なのでちょっと期待していてください。ということで、改めて、オグリッドを始めたい皆さんは、今言ったようにそう何から攻めるかっていうのはものすごくよく考えた方がいいと思います。すみません。はい。本当にそのあれを導入する前のガス代は、湯沸かしのみのガス代なんです。他にガスを使ってました。あれね、僕ん家のデータじゃないですあれ。これ。はい。これはね、僕ん家のデータではないんですよ。
どうだろう、おそらくこれ8月がゼロになってるので多分給湯のみする。多分調理には IH の家庭かなと思います。実際どれぐらいの大きさなんですか。大きさ縦横、いろんなサイズあるんですけど、まあ、結構でかいです見たことないですかね、あの昔の朝日ソーラーとか、あの結構昔の家に乗っかってるんですけど、一時期バーって流行ったんですよね。流行ったんだけど、なんかちょっと悪徳商法的なやり方で広めちゃったんで、一気にパタッとブームが去っちゃったんですよね。結構でかいんで、あの屋根に乗せるとあの結構重いので危なかったりもします。だからまあ地上設置できるタイプを僕は仕入れようと思って。さっきのも手挙げてほしいって言ったのも、そうです、ね、地上できるんですね。そうです、地上設置して水道圧を入れて、でそのタンクの中で熱交換して水道圧のまま出てくるっていうような、タイプがあるので、はい、それを仕入れようと思って。じゃあ DIY もちょっと楽ですね。あ、そうです、地上ならね。そうです、そうです、そうそうそう、僕的に順位的にはこういう順位ですね。まず耐熱温水器、次に薪ストーブで、最後に電気っていう順位かなと思います。ただし、電気自動車をお持ちの方はこの割合が全然変わってきます。全体の消費エネルギーの電気の割合がすごく大きくなってくると思うので、その方はもう優先的にソーラーパネルをいっぱい導入した方がいいかなと思いますので、まあ皆さんのね家庭の、あの事情によってあの順位は変わってくるかなと思います。で、あとオフグリッドは、こうやってね足し算、これに対しては、ソーラーパネルとか、お湯に対しては、耐熱温水器とか、こういうアイテムをこう足していくっていう思考ではなくてですね、温泉に近いところに住むことで、ここの耐熱温水器はいらんくなるよねっていう、そういう思考もありかなと思ってます。ちなみにここはあのユーフォリア千里浜っていうところが温泉近いんですけど、とか年パスを売ってて、年間パス3万7000円なんですよ。3万7000円払えば毎日あの温泉入り放題で最高ですよ。そうだから温泉地に住む、オフグリッドを目指す上でなんかやっぱ地域によってアドバンテージあるところがあるんですよね。井戸水が出るところはもう水も自給できるし、そうなんか場所によってすごく変わってくるので条件が、だから僕はね温泉地の近くに住むっていうのはすごくいいことなんじゃないかなと思ってます。で例えば、まあ、ここね皆さんあのせっかく石川の方にこれ言うのもあれなんですけど、あの沖縄に住めばあの暖房エネルギー4割がほぼいらなくなるとかですね。まあそういうねあの引き算思考っていうのも、まあ、オフグリッドをやる上で大事なのかなと思ったりもしてます。はい、まあ、そんな感じでまとめです。給湯エネルギーは比較的攻略しやすいです。でメンテナンスフリーで投資回収できるのは耐熱温水器だけです。なのでおすすめで、まあ、電気エネルギーは僕的にはもう最後でいいかなと。で、まあ、あと住む場所で引き算思考ですね。今みたいに温泉地に住むと、エネルギーそもそもの必要量が減ってくると、まあ、そういう考え方ですかね。そのあたりを知っておくといいかなと思います。はい、第1章はこんな感じです。はい、次ちょっとマニアックな内容に行きます。もうこれちょっと私関係ないよという人は眠くなるかもしれない。まあ、今お伝えしましたこの耐熱温水器なんですけれども、まあ、もちろん弱点があります。これ雨の日曇りの日湧かないじゃないかと。でそういう日は結局ガス使うんでしょうと。でそういう日も、自給したいっていう方はやっぱり薪ボイラーを導入した方がいいんじゃないかっていう、そういう考えになるかなと思うんですけど、いや僕ね薪ボイラーあんま好きじゃないんです。あのちょっと薪ボイラー待ってくださいと、あの薪ボイラー撲滅協会みたいなの立ち上げたいぐらいなんですけど、そうこいつを、ね、薪ボイラーにできるんですよ。どうやるかっていうとですね、まあ、僕実際に実験やったんですけれども、まあ、屋根の上にこれが乗ってますよね。あの耐熱温水器が乗ってます。で地上で、薪をくべてその熱を送り込むんですよ。循環させるポンプで、それによって遠隔で温めるっていう方法をやってみました。
で理屈としては昔その薪風呂ってこのタイプご存知ですかね、自然循環型でここで薪を沸かしてで浴槽のお湯を遠隔で温める、でここでこの中にパイプがいっぱい入ってて、で温められたお湯が、上の方に行く、で、冷たい水は重いので冷たい水が入る、温かいお湯は上に抜けていくっていう自然循環が起きて、でこっちが温められていくっていうような仕組みで、調布の風呂釜っていうのが商品があって、昔の薪風呂って結構これメインで使われてたと思うんですけど、これのシステムの応用です。もうこの風呂釜が、この再熱温水器にもう入れ替わっただけです。っていう仕組みでですね、一回実験をやってみたんです。動画をご覧ください。この動画ね、ちょっと僕的にもう大傑作だったんですけど、あんまり再生数回らなかったんですよね。ちょっとマニアックすぎたかなと。ちょっと今日ね聞いてる皆さんもちょっとこれじゃない感はあるかもしれないんですけど、もう僕的にもうこれベストなアンサーです。薪ボイラーなしで耐熱温水器を薪ボイラー化するというやり方がベストだと僕は思ってます。でまあ図解するとまあこんな感じですね。蓄熱層と断熱層があって、蓄熱層の中に、熱回収コイルを入れて、それで、ポンプで回す、まあ、それだけです。図解してますけどちょっと余計分かりづらいですか。はい、まあ、そんな感じです。で、既製品の ATO さんとかの薪ボイラーは、まあ、大体僕の知り合いの話から聞いた話だと大体60分沸かして水温60度ぐらい上がると。で今回の湯沸かしマジンが、60分で40度上昇しました。でじゃあそれはね劣りますよ、そのね薪ボイラーとして作ったものには。それは劣るんですけれども、これね雨の日とか曇りの日も太陽光による余熱があるんですよ。去年の真冬この実験してたんですけど、大体水道、元々の水温って10度ぐらいなんですよ。でも実験開始、その火を回し始める時は大体20度スタートでいってるんですよね。だから日中曇ってても多少日光によって熱を回収してるみたいで、その分の余熱分があるので、だから、まあ、多少ねそのフットボイラー薪ボイラーに、燃焼効率は熱回収効率は劣るとはいえ、でもこれの余熱効果っていうのはものすごく大きくて、結局使用する薪の量はそんなに変わんないんじゃないかなっていうふうに僕は考えてます。そうなのでまあちょっと僕はこっち側のシステムをもうおすすめです。だってこれね薪ボイラー60万ぐらいかかるんですよ。に対して耐熱温水器は、25万プラス、この調布の薪ボイラーで10万だから合計35万のシステムであって、しかも晴れの日は炊かなくていいシステムなんですよ。だから楽なんですよね。薪ボイラーって晴れてても雨の日でも毎日炊かないといけないわけじゃないですか。っていうなんかメリットがものすごい大きいシステムなので、もうね、薪ボイラーを考えている方はちょっと一回立ち止まってほしい、こんなシステムがあるよっていうのをぜひ知ってほしい。そうこれは本当にね、なんかいろいろ実験してモーリーさんの参考にして真似しましたって実例報告今までいっぱいいただいているんですけど、このシステムに関してはまだいただいてないです。これこそ本当にみんなに真似してほしいなって思ってます。あ、はい、マジンというそのネーミングは どういうとこから来たんですか。秀逸な質問ですね。さすがですね。なんですかね、ちょっとなんかマジンっぽいんですけど、ね、ぽいんだ。イメージです。
共感いただきましたか。はい、共感しました。あ、はい、いいですか、他に皆さん質問ないですか。大丈夫ですか。あのかなり食いついてるんです、はい、私これマイナータイプかも。なぜならば今年やろうかと思ってたんですよ、うん、マキボイラーを導入した。だって石油が高騰してるじゃないですか、うんうんうん、今でも年間石油代9万10万は多分1家庭で使ってると思うんですけど、うん、それを給湯にこの形を使えば、はい、かなり、うん、ね、今後エネルギーが高騰した時を考えたらよりね、うんうんうん、投資案件になるじゃないですか。ってなった時に今の35万円で導入できるっていうお話なんですけど、先ほど10人の方でみんなで輸入して温水のあれを購入するってなったら10万ぐらいって書いてありました。そうですね。ってことは、ですったよね。ってことは35万がさらに、ま、あのそれをやれば浮かせられるってことです。ですので、ま、巻きなんとかマージン、ま、なんとかマージンは私たちでも DIY できるんですか。ワークショップやりたいなと思って。そしたら自分たちで持ち出しの費用プラス、まあ、難易度的に考えて、うん、費用はどれぐらいでまず導入できるとお考えですか。費用はまあ、もしその共同購入で、一緒に参加していただけるなら、まあ20以下ですね、15ぐらいじゃん。すごい、それは画期的な、うん、それで給湯が1年間できるってことですよね。そうですね。かなり投資案件として利回りいい案件。かなりいいです。ですよね。これはもう早く始めたもん勝ちなんですよね。そうですよね。長く使えば使うほど回収できるんで。すごい、うん、そんな感じ。はい。あ、耐えれるかですか。耐えれる。熱を発生させれなくなります、ね。うん、そうですね。はい、僕はやっぱり去年その耐熱温水器の雪かきだけは欠かしませんでしたね。なるほど。家の前は雪かきしないんですけど、そこだけは。その耐荷重的にはちょっと正式なデータはちょっと持ち合わせてないので分かんないんですけど、北海道でも使用事例はあるので、おそらく割と耐荷重はあるのではないかなと思います。まあ丸いですし、ガラス管あの、まあ、多少重さを逃がす構造ではあるのかなと思います、うん、ちょっと確かなことは言えないんで分かんないんですけど、まあ北陸だったらおそらく大丈夫かなと思います、うん、あの周りを良くしてればちゃんと冬には冬でも、お湯まではいかないと思う。やっぱ去年、ね、その、まあ、いわゆるその冬の一般的な日でやっぱ20度ぐらい、あの水温プラス10度ぐらいしかならなかったんで、やっぱりお湯だけは必要でしょう、うん、で、まあそのガラス真空管式っていうのを、まあ、僕はおすすめしてるんですけど、その耐荷重とか その心配があるようでしたら、その定番式っていうあの板状の、あの真空管ではないタイプもあるんで、そっちだったら割と重さはより強いのかなと思います。逆に夏はどれくらいまでの温度に、もう沸騰しますね。それも耐えれる、もちろんその、うん、耐えれます。もう蒸気がプシューって上がるだけです、まあ、蒸気上がってんなみたいな、それを使うときは、まあ、水と調節して、そうです、そうです。ミキシングバルブっていうのをかませればちょうどいい温度で出してくれるので、いつかその蒸気をまた何かに発電とかに使いたい。考えてますよね。使いたい。それはもうワクワクしますね。ストーブでの発電とかも今めっちゃ考えてますね。やりたい分野です。はい、じゃあちょっと次、薪ストーブ、この話題をいよいよ喋ります、はい。はい、4割のこの暖房エネルギーですね、これを、まあ、自給しようと思ったらもう薪ストーブかもうペレットストーブっていうことになると思うんですけど、まあ、やっぱりね、薪作りの労力っていうのはもう相当なもので、もうなんか僕もちょっと去年心折れてというか、あのそれ以外のことが忙しすぎて、あの薪を買ってちゃったんですよ。買って2万5000円分ぐらい軽トラパンパンに積んで買ったんですけど、これで一冬安心だと思ったら1ヶ月でなくなりました、まあ家によるんですよ。その僕ん家古民家で土間で使ってて、もうあの
せっかく発生させた熱がもうピューピュー逃げるような家だったので、だからもうどんどんなくなっていったんですよね。だからやっぱりあの薪ストーブ導入したけどやめちゃうっていう人も結構います。そうだから、あのまあ最小の薪で最大の効果を得たいって多分皆さん思ってると思うんですね、薪ストーブユーザーは。で最も重要なのは断熱です。あのどんなにいい薪ストーブを入れたところで、もう断熱が薄々だったらもう全然効果ないです。だからまあこれ僕が前やってたゲストハウスなんですけど、もう吹き抜けとかもう最悪です。もうあのちょっと天井抜いたらかっこいいかなと思って天井抜いたんですけど、もうアホでしたね。本当に全然温まらなかったです。だから薪のエネルギーを垂れ流すような家に薪ストーブを入れちゃダメです。で、そうどんなにいいストーブでも、まあ、断熱のない家は温められませんと。で最近読んだ本で、ゼロエネルギー住宅っていう本があって、これすごい面白かったんですけど、この本の半分以上断熱についての話題でしたね。もうとにかくもう断熱が大事だと、エネルギーをあの自給しようと思ったらですね、で、この本の著者、三浦さんなんですけど、一般的な省エネハウスの最近の普通の新築の、省エネハウスの基準はこんな感じなんですよ。壁10センチ、屋根20センチの断熱材を入れるっていうのが、もうそれでも普通にあったかいんですよ、うん、省エネハウスの基準はクリアしてるので普通にあったかいんですけど、この人はですね、壁22センチ、屋根40センチの、断熱材を入れたと。倍入れたんですよね。でこれによるコストアップは400万って言ってました。でも使用エネルギーは3分の1に減ったと。この省エネハウスよりさらに3分の1なので、うちの古民家からしたら多分50分の1ぐらいだと思うんですけど、まあ、なのでそれでも400万のコストかけたって言ったけど、それでも回収できるっていう計算でした。30年暮らしたら回収できるって言ってました、そのぐらいやっぱ断熱ってあのおいおい回収できる工事なので、ぜひやってください。だから、いいストーブを入れるよりも、もう断熱にもうとにかくお金かける。断熱にお金かけてもストーブはもうほんま の時計型ストーブでもいいぐらいなんですよ、4、5000円の。とにかくもうストーブに予算50万あるなら、もうその分断熱入れてください。そっちの方がいいです。熱をお湯に変換することでですね、1箇所で炊いて何箇所かで暖房ができる完全オフグリッドっていうのは目指さない方がいいと思います。じゃあ今からシェアハウスのツアーをお願いいたします。はい、水曜だけそこが休みなんで、あー、なるほど。別の温泉行ってもらったらここで薪で沸かしてもらうかっていう。あー、おー、